はいどうも、姉を友と赤崎廉歌です。桃太郎伝説12、48年ハンデ戦リベンジマッチ79年目やっていきたいと思います。前回のあらすじ、閻魔がとうとう全ての物件を失うといったところで、もう実質閻魔は鉄道収益のみになっているので、雷神の方が物件持っているっていう状況になりました。いや、だいぶ私がもう楽な状況になってしまっているので、ここからね、油断せていきたいと思うんですが、何が起こるのかわからないのが桃鉄なんでね、気を引き締めていこうと思います。で、今の状況なんですが、鹿児島がゴールで閻魔が残り3マスといった状況、テレポートしないとやばいんですが、雷神が結構遠そうに見えて、アシュラに、テレポートしてもいいんですけども、ただ雷神海上ルートなので見た目より結構近かったりするんですね。なのでアシュラにテレポートした後、私がビリになる可能性は十分考えられる。ただ今ね、ハリケーンさんはもう戻るの決定していますね。閻魔の物件ゼロになったので、ハリケーンが動くことはないと考えれば、ここはもう閻魔にテレポートです。次のターン間違いなく、もう真後ろかい、間違いなくね、貧乏神戻るので、さあ雷神もテレポート、あ、私のとこに来た。ってことは、アシュラだけ孤立だね。テレポートのない悲しみを。あ、なすったら、まだ動く可能性あるんだよね。まずいな。残り4。2とか出たら最悪なので、鹿児島入りたいのは山々なんですが、なすらなきゃならないので、ここは特急周遊使います。来週になすれないね。11位、鹿児島入れんのかな。入れんなら入っちゃうけど、入れない。ここ何言ってる。モモトラマンブロックカード、ただ他が弱い。ヒューガーが中古しかくらいのか。あ、高千穂行きたいね。高千穂、ただね、なすらなきゃいけないんだよ。あ、高千穂入れるね。ラッキー。なすりつつの高千穂入り行きましょう。あとブロックが欲しい。入るか。あ、入らず。あまり強力なカードをもらえて、さあ新幹線ですが、こんな悠長なことをしてていいのかしら。5、ゴールができず、ここで戻りますね。ちょっと鹿児島欲しいな。強力なカードを補充できたんで、あとは九州の物件買いつつっていうところですか。だいぶ空いてるな。ゴールする必要ないですよね。おいどんもそんな必要なわけではないので、6、小さい夢が出ると弱いので、ここは特急周遊使います。5回路もあるので、一番欲しいのは博多かな。博多、佐世保もいいですね。ただ大きさで言えば博多、萩もいけるけど特選はできない。博多どう？あ、行けますね。博多行っちゃいます。さあ、博多独占。大臣は入れず、鹿児島も空いてるんですよね。さあ、アシュラ特急、運転が弱い。規模縮小、かわいそうに。閻魔も入れず、貧乏神被害。お、ちょ待って、ここで変化すんの右でいいんだよな。正直もう右でいいんですよね。物件持ってないので、下手にハリケーンとかの方がめんどくさい。さあ、何になるか、ミニ。まあ、ちょっとキング、ハリケーンと続いているので、いやー、許されない、キングになる。さすがもう、80年目近くともなると、ミニは許されないですね。いやー、まずいな。ゴールしてもしょうがないんだよな。9。まあ、この辺の物件あさるか。1、4、5でもいけるのかな。1、4、5、6とかでもいける。3、あ、これはノーマルでいいですね。3、待って、3一番ダメじゃん。おいおいおい、3はダメなんだ。湯布院だって、微妙。悲しみの3ですね。有田の投資の方がまだマシか。一番残念なマシ出ちゃいましたね。でね、有田投資しよう。ああ、ゴールするってことは、アシラにキング様。さあ、ライジンが鹿児島独占で大井ドンスキー。ただ、エンマにすぐ奪われそう。さあ、孤立アシュラがキング様を連れてランデブー。高松、いや、めっちゃ近いじゃん。アシュラが近い。カウンター、私、食らわないですね、位置関係的に。さあ、大井ドン。まあ、すぐいなくなりそう、この大井ドン。さあ、新幹線使う。これ、カウンターあるか。ああ、ありそう。カウンター、アシュラカウンター発動。これ、つくのは雷神かな、エンマかな、一マス差でエンマにつきそうですが、どうだろう。あ、雷神につく。さあ、アシュラカウンターが発動しましたね。湯布院、いや待って、次また九州かい。そして大井丼は何も行動せずに去っていく。おー、アシュラが高松独占、クレーン尺文字を手に入れる。さあ、必死に逃げるが、残り6マス。ここゴールしてもしょうがないじゃないかな。4か。雷神に被害を負わせるんだったらゴールいらないんですよね、正直。私独占だし。長崎に逃げ込みたい。ノーマル振りかな。桃トラマンとか欲しいけども。13。いや、ここノーマルでいいですね。1が出れば佐世保に。ちょっと待って。4、3、4、1、4。1、3、4か。5でもいい。ああ、2以外ならいいって感じですね。お願いします。6、ちょっと大きめ出ましたね。6、文庫武田。ああ、別いける。あ、小倉は、あ、いけない。進行方向に、雷神の進行方向は嫌なので、別いきましょう。さあ、別府独占していく。よし。急行使ってゴールできるか。ああ、いったな、これ。あ、文庫武田止まったか。さあ、キング被害を受ける雷神。あれ、あ、エンマになすったのか。失礼しました。さあ、アシュラ、シャッフル。めんどくせえカード取りやがった。あ、6進めるでゴールするのかい。いや、ブロックカード欲しいな。ちょっとシャッフルで、テレポートガンガン奪われるのはまずい。なので、ブロックカードをキュームですね。ブロックカード入手がキュームになった。長崎。連続で、九州だな。ちょ待って、ブロックカード売ってんのここか。9で入れるけども。あと、ここ。あ、売ってない。あ、売ってるね。12。指宿でも売ってる。ここは特急周遊。お尻願いをも欲しいんだよね。特急周遊使うか。特急周遊使って、ブロックカードが欲しい。どうだ、入れるか。1多いが、9が入れず。あー、足りない。下関行くか。下関行きましょう。いやー、次シャッフルされるなー。さあ、フグ料理屋6000円。アシュラーにシャッフルされるとちょっとやばいなー。だいぶカード持っていかれる。雷神とエンマがブロックカード持ってるので、そんなに、あ、使わないシャッフル。あ、吸収入りした。エラゾーマー、今買った物件を全部持っていかれるのか。物件じゃないや。持ってる物件全部持っていかれるね、これね。さあ、かわいそう。青森。あ、せっかく買った高松が全部行ってしまった。そして売る物件なし。さらにサイコロ振られる。マイナスほぼ1000億と。さあ、ちょっと団子状態。おっと、銀次さんが来たけども大して釣れないぞ。なんやかんや私が一番遠くなったのこれ。7。特急周遊使うと嫌なんですよね。ここにアシュラがいるので迂回できないんですよ。123456789101112、あんまりでかい数字出しすぎるとまずいんですが、まあでも使うか。10、いや中途半端、もういけない。123456789、いやめんどくさいでめれましたね、これね。ブロックか、高志向はいけないですね。何をと思うと。エンマに2人がいいかな。エンマに、マイナスだけどもエンマにピタロー。これが多分一番丸い。あ、ゴールする。あ、そう。さあ、ライジンがゴールしちゃいました。もうちょっと空気読んでほしかったな。せっかくマイナス駅入ったの。さあ、アシュラに結局着くんですが、そろそろ遠く行くか。広島近い。ああ、雷神に長崎持ってかれたか。ああ、付加された。マジで。ただ、アシュラここでバギクロス食らう。いやー、マジか。付加をされてしまった。アシュラぶっ飛ばすか。カードなくなったし。あー、そっかそっか。エンマが連れていくことになるのか。いやー、でかいで目指しちゃったね、今ね。さあ、ベラゾーマ被害。これで借金。物件なし。さあ、一気に。どうしようかな、これ。広島まで10。特急周遊で入れるんだよな。特急周遊使うか。10は出やすいはず。12、ちょっとでかいけども、どう？広島入れる？あ、いけないのかい。マジか。じゃあちょっとブロックカードを買いたい。あ、13足りない。ことごとくいろいろ足りない。あ、イブスキ入れるな。イブスキ入ってブロックカード買うか。ちょっとブロックカードが欲しい。特急周遊1枚使い切る。あとはいいや。おお、ブロック寿司持ってたんかい。ああ、ここはなすりつけていく。さあ、臨時収入美味しい。ブロック寿司持ってたか。まだ持ってる。もう持ってないかな、多分。ちょっと見えてなかった。9個、いや、18。ゴール入りたいんだよな。新幹線1枚使うか。広島取りたい。15足りず。まあ、どんち、こっち側から行くしかないんですけども。ああ、別府か湯布院っていうところですね。別府防止して終わるか。別府防止して終わりましょう。さあ、急行周遊使う。おお、佐世保を買う。いやー、雷神復活してきたなー。あー、ちょ待って、来た。あ、でもエンマが小倉に入ってくれたおかげで楽なりましたね。特急周遊使います。9、いや待って、あ、いいや、特急周遊でいいです。16、でかいでめちゃかな。広島行ける？あ、行ける。じゃあ広島入ります。さあ、近場が続いた目的地なんですけども、そろそろ東面に出てほしいですね。雷神に着く。佐世保にいるんだよね、雷神。ハワイ、そこまで遠く行かなくていいんじゃよ。さあ、広島を独占。プロ野球チーム、ほぼ私が持ってるような状況ですね、これ。急行周遊しかないと私のとこまでは来れない。さあ、1足りないがここでキング様5機関。運がいいね、雷神。ハワイか。あ、ぶっ飛ぶ。あー、これ北海道入りだね。やっちゃったね、エンマね。さあ、エンマが勝手にどっか行ってくれたので、私はこの辺でお買い物をしたいですね。ブロックカード欲しいな。てか、桃太郎ランドがね、欲しいんですよ。さあ、次の決算ではちょっと足り、次の決算で買えるんですよね。まだあんまり大金使わずに物件を納めたい。家業は独占できないのか。四国の物件欲しいですね。特急周遊行きましょう。四国物件あさります。12。高松空いたんですよ。あー、でも柱1軒だけ残ってんのか。だるい。あー、今治は行けない。あ、新居浜か。新居浜入るか。せっかくなので。あ、鳥取行ける。いやー、でも新居浜かな。新居浜で星に願いをとか欲しいので、ここ行きます。さあ、雷神がブロック寿司まだ持ってたなということを考えるんですけども、すくもで剛速球を買うっていう手あるんですよね。ワクチンのんびり打ってる。ただちょっとテレポートを大量に持っているので微妙なんですが、いやー、割るか。特急周遊とかしこたま買ったし、ここで星に願うと倉吉が9、浜田は遠い。ここで星に願ったらすくもかな、多分倉吉9なんですくも入れるよね。願うか。星に願ってすくも入りましょう。さあ、剛速球祭り来年から行きますよ。やったるで。うん、かなり最強の布陣になってます。さあ、来年一発目から剛速球祭り始まるよーというところですね。あー、ちょっと雷神が入ってきて、あれ、貧乏神連れてきた。だるいな。あ、カード交換。雷神？あ、特急周遊欲しかったの。なるほどね。さあ、そういったところで、79年目終了。いや、もう赤崎以外みんな落ちていく中、雷神がのちょっと伸びてるのが気になりますね。ほんと強いこいつ。困ったもんだ。なあそこまで叩き潰してなお這い上がってくるこの強さよ。さあエンバーはもう鉄道以外なし。雷神は逆にね物件そこそこ持っている。さあだいぶ差がついてきましたが、こうなったら全物件制覇とか頑張りたいですね。はい、といったところで79年目が終了しました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。